熊本電気鉄道5000系電車。熊本電気鉄道5000系電車。熊本電気鉄道5000系電車は、熊本電気鉄道が所有している電車である。東京急行電鉄、東急の5000系、初代を譲り受けて導入したものである。老朽車両の取り替えのため、東急5000系で、破5000型を1981年、昭和56年に2両。 1985年、昭和60年に4両譲り受けたもの。熊本電気鉄道としては、初のカルダン駆動方式の車両である。1981年に譲り受けた2両は当初、東急時代の5043.5044の番号のまま、変運転台2両固定編成で、使用開始された。主な改造は、熊本電気鉄道の電圧の直流6 0 0トに、 合わせた高圧改造工事で電動発電機を指定工期送風機付きの CLG-107 から CLG-333 に交換し、それに伴い指定工期送風機を新設している。車門は東急のものから熊本電気鉄道のものに交換したが、車体図色や台車は東急時代のままであった。東急長津田車両工場で改造を実施し、 1981年11月25日に北熊本に搬入され、12月2日から試運転を行い、12月21日に営業運転を開始した。その後、1986年昭和61年にワンマン運転対応化改造を受けた後、1988年昭和63年には5043が、 両運転台化され5105に改造されたが、その際に5044は改造されず旧車扱いとなった。この5両は単行運転のため連結面側に運転台を増設して両運転台化しワンマン運転用の各種機器を備えたグループである。5101から5104は1985年に譲り受けた車両で東急長津田車両工場で改造され、 東急では5031.50325053.50385101から5104となった。5105は1988年に5043を自社工場で5101から5104と、ほぼ同様に改造した車両である。連結面側は、車端部の側面窓を埋めて運転室、運転台を新設し、 新設の運転室側面に小窓を設けた。新設運転台側の前面部は、霧妻のままであるため、先に改造された、上田交通区派290型と同様、平面、L と呼ばれたが、上田交通区派290型と異なり、3枚窓、貫通系の形状となっている。5101.5103は、季節運転台側が上熊本、藤崎宮側で、 新設運転台側が、三好川、5102.5104-5105は、新設運転台側が上熊本、藤崎宮側で、季節運転台側が、三好川である。新設運転台の運転機器は東急で廃車となった、デハ5007から5010のものが流用された。5101から5104は、上都時に5043.5044と同様の、 高圧改造工事も行われており、電動発電機を TDL-359A1 に交換し、電動空気圧縮機も交換している。それ以外の機器は、東急時代のままである。車体塗色は、基本的には、東急時代のライトグリーンのままであるが、ワンマン対応であることの識別のため、黄色、大々色の帯が加えられた。側面ドア脇には、入口、 出口、締め切りを示す、表示灯が新設された。前照灯は新設運転台側にシールドビームを新設し、基存運転台側もシールドビームに変更された。5 1 0 2 5 1 0 4は、新設側の運転台が、進行方向に向かって、右側に設けられている。当初の予定では5102.5104は、新設運転台側を、三好側に向け、 5101.5103は、新設運転台側を上熊本、藤崎宮前方面へ運行する際にはホームが、右側となる駅が多いため運転台を右側に、設けたものであったが、上都時に予定と逆向きに入線したためこの特徴は、活かされなかった。車内は、小田原機器製の運賃箱、運賃表示機、整理券発行機、 自動放送装置、広報監視用ミラーなどのワンマン運転用設備を設置したが、それ以外は大きく改造されず、釣り川には、東急百貨店、東横の連外、渋谷の109などの東急時代の広告が、廃車までそのまま残っていた。5101から5104と同時に、部品確保用として東急から出波5109.5120の2両が譲渡された。 この二両は上都当初より車席はなく、北熊本駅構内に長い間置かれていたが、後に解体され現存しない。収益後は、熊本電気鉄道の主力車両として使用され、1991年、平成3年に旧車状態の5044を、覗き水色と青の新塗装、200型と同じ塗装に塗り替えられた。しかし、 超軽量車体であるため老朽化の進行が早く、加えて車体強度の問題から冷房装置の搭載が困難なため、1995年、平成7年以降、6000型に順次置き換えられて廃車が進められた。2004年、平成16年に全線 ATS 運用が開始された際には残った5101.5102の2両のみが、 ATS 機器を取り付けて 5101A5102A と改版され、塗装が東急時代のライトグリーンに一色に戻され、上、熊本駅北熊本駅間の折り返し運転用として引き続き使用されたが、冷房がないため夏場の平日は200系電車が代走していることが多かった。2012年。 平成24年10月13日から2014年10月12日まで 5101AA がケロロ軍曹のラッピングトレインとして運行された。なお、車内アナウンスはケロロ軍曹役の渡辺久美子が務めていた。この2両は2008年までに学南鉄道5000系が全廃されて以降他社に譲渡された初代東急5000系電車で、 営業運転される最後の2両となったが、車体や機器の老朽化により車両故障が頻発して、運行に触りをきたすことも多かったため、2015年、平成27年から翌年にかけて、東京メトロより0 1系をに編成4両、導入して代替し、2両とも運用を終了した。特に危機器不具合が多発していた 5102A が先に廃車対象となり、 同社は2015年2月8日、15日、22日に北熊本駅構内で開催された電車のお仕事1日体験に使用された後、運行最終日の3月8日には午前中から日中にかけては、北熊本車両基地で 5101A との記念撮影会や 5101A と連結して2乗編成で車両基地内を試運転するなどのイベントが行われ、夕方から 最終列車までは上熊本北、熊本間の運用に入り走行した。同日限りで運用離脱し、同年4月1日から4月3日にかけて解体処分された。残った 5101A は2015年2月、同年4月1日からの IC カード乗車券、熊本の IC カード導入を前に運賃箱、運賃表示器をレシップ性の IC カード対応の運賃箱、 フルカラー表示 LCD 表示機に取り替え、車内放送やチャイムも更新したが、0 1系1編成が収益し、同年6月以降は、基本的に毎週日曜日のみの限定運行となり、それ以外は01型と200型による運行となった。そして2016年2月14日が運行最終日となり、同日は北熊本駅構内で、 撮影会が開催された午後の一部の時間を除いて、ほぼ終日上、熊本北、熊本間の最後の運用に入り、北熊本駅構内では午前中から午後にかけて、様々な引退、お分かれイベントが多数開催された。引退後は解体はされず、北熊本駅構内にて、胴体保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。